都市生態学は都市環境の文脈における生物同士の関係及びその周辺環境に関する科学的研究で都市環境とは高密度の住宅用及び商業用建物、舗装された地表面といった生態学の分野でこれまでに研究されたほとんどの環境とは異なる独自の景観を生み出すその他の都市関連要因によって支配される環境を指している 70年代初頭のメッツの中心部における重要な小川の庭園の創設は都市生態学に関するジャンマリー・ペルトの作品の具体化の一つエコロジーは歴史的に自然のままの自然環境に焦点を当ててきたが1970年代までに多くのエコロジストが都市環境によって引き起こされる生態学的相互作用に関心を向け始める。ジーン マリエペルトの1977年の書籍ザり、ナチュラライズドヒューマン、ブライアン・デイビスの1978年、出版物都市化と昆虫の多様性、およびスカップ・エトールの1979年の記事、ベルリンの土壌、動植物及び植生アルチは、都市生態学の重要性を、生態学の別の明確な形態として、人工生態学とは異なる。 風景性大学と同じように認識している初期出版物の一つ。ホーマンとゴッドレンの1986年の著書ランドスケープエコロジーで全ての景観を5つの広いタイプに分類することによって都会の環境と景観を他の景観と区別した。これらのタイプは自然のままの自然環境から都心部までの範囲にわたる人間の影響の強度によって分類された。 ありがとうございます。